はいそれでは10月7日の3問に入っていきますまず借地借家法の問題です借家人 B が O や A に無断で借家を転退しても A に対する配信的行為と認めるに足らない特段の事情があるときは A は賃貸借契約を解除できない丸か×か という問題ですね。で、考えたい方は、下、概要欄の方に、こちらの問題文を記載しておきますので、一旦動画を停止していただいて、下の概要欄の方から問題を見ていただければと思います。で、回答ですね。で、これは丸になります。で、建物の借家契約において、配信的行為と認めるに足らない特段の事情があるときは、賃貸人は賃貸借契約を解除できません。 で、この賃貸人っていうのは大家さんのことですね。大家さんのことです。で、配信的行為って何なのかっていうと、簡単に言うと、裏切り行為に当たります。で、配信的行為と認められる場合、これ、裏切り行為と言える場合なんですけども、裏切り行為をしているわけなので、無断転退を理由に解除することはできます。一方で、配信的行為と認められない場合、つまり、裏切り行為とまでは言えない場合ですね。 この場合は、大家さんは解除することができません。で、裏切り行為の具体例まではもう考える必要ありませんので、気にしないでください。試験でもですね、配信的行為ってそのままですね、言葉出てきますので、このまま覚えていただければと思います。で、ちょっと今回の問題を振り返ってみていただきたいんですけれども、まず借り主 B さんっていうのは、大家さんに無断で借家を転退したわけですね。ま、た貸しをしたということなんですよね。 で、それについて、配信的行為と認めるに足らない特段の事情があるって書いてあるんですよ。で、まあ、多くの方が、これがですね、わからないんですよね。これが何を意味するのかがわからないっていう場合が非常に多いんですよ。で、え無料なので、ここをどのように理解するかまでは、通常ちょっと教えてないんですけれども、ちょっと今回だけ特別にですね、これについて解説させていただきます。配信的行為と認める事情っていうのは、 裏切り行為がある事情ってことですよね。配信的行為と認められる事情って言った方がわかりやすいと思うんですけども、これは先ほども言った通り、裏切り行為と認められる事情なんですよね。で、それに足らない事情なんですよ。足らないような特段のテーマ特別のっていう意味なんですけども、裏切り行為と認めるに足らない事情がある。つまり、裏切り行為とまでは言えない事情っていうことなんですね。なので、先ほども言った通り、 こちらの青文字の部分です。裏切り行為とまでは言えない事情。こっちの場合ですね。だから、大家さんは解除できないんだということです。このように、ちゃんと問題文を理解するってところはすごく重要なんですね。多くの方が、この部分をもう飛ばしちゃうんですよ。まあ、解説だけ見て、解説を覚えるってやり方するんですけども、それだと一個に点数上がってこないです。 今回、配信的行為と認めるに足らない事情って書いてあるんですけども、じゃあ、もし配信的行為と認めるに足りる事情があるときって書いてあったらですね、おそらくそこを見逃して、問題文を理解せずに間違えるということになるんですよ。 だから、こういった部分をちゃんと理解をする。これがどういうことを言ってるのかっていうところをちゃんと理解しながら勉強を進めるっていうことがすごく重要です。で、まあ、個別市場の受講者さんであればえ、私に直接ご質問いただければ解説させていただくんですけども、そうじゃない方ですよね。無料の読者さんについては、もう自分でもやっぱ調べるしかないんですよ。だからもう自分でこの用語ってどういったことを意味しているのかということを調べていただいて、理解を深めていくということをぜひ行っていただければと思います。 で、続いて問い2に入ります。え宅券業者 A は保証協会に加入したときは、その加入の日から2週間以内に、弁済業務保証金分担金を保証協会に納付しなければならない。丸か×かってことですね。で、これも下の概要欄に問題文を記載しておきますので、考えたい方は一旦動画ストップしていただいて、考えていただければと思います。で、これ答え×ですね。え弁済業務保証金分担金っていうのは、 保保証証協協会会ににに加入する前に保証協会に納付しなけければいけません今回の問題っていうのは、加入したときは、加入の日から2週間以内ってことなので、これ、加入した後に分担金を納付してるんですよね。これだと遅いんですよ。加入する前に分担金は保証協会に納付しなければいけないので、×ということになりますで。ちなみになんですけども、 保証協会加入後に事務所を増設する場合、つまりもう事業を始めて、え事務所を新しく作るよと。その場合については、増設した日、つまり新しい事務所を作った日ですね、えー、設置した日、その日から2週間以内に分担金を支払えば大丈夫だということです。 初めて保証協会に加入する場合は、加入する前に、え分担金を納付して、でもすでに保証協会に加入していて、その後事務所を増やす場合っていうのは、増やした日から2週間以内に分担金払えばいいですよっていう話ですね。ここをちゃんと対比してですね、頭に入れておきましょう。で、さらに営業保証金の場合っていうのは、新規で営業を開始する場合も、事務所を増設する場合も、営業開始前に、 営業保証金をを託してその旨を免許権者に届けけ出なななればならないんですねつまり、この新規で営業を開始する場合っていうのは、ここの場合と一緒です。時期的に言うと。保証協会に加入する前。これはえ、事業を始める前の話なんですね。で、ここの新規で営業を開始する場合。これも事業を始める前なんですね。だからこれ一緒なんです。1と3っていうのは内容一緒です。時期的に一緒ってことですね。 で、この1と3っていうのは時期的に一緒なんですよ。時期的に一緒。で、えー、保証で営業保証金の供託時期っていうのも営業開始前なので、これも基本的に同じですよね。ただあの、ここの免許権者に届け出なければならない、ここの部分は違いますので、ここはちゃんと頭に入れておきましょう。 さらに4番ですね、事務所を増設する場合、保証協会の場合は、事務所を増設した後2週間以内に分担金納付したらいいんですけども、営業保証金の場合は、この事務所で営業を開始する前に供託しなければならないです。でしかも、供託して、その後、免許権者にその旨を届け出るという流れになりますので、この点も違うんですよね。 2番と4番で違うという話なので、ちゃんとここもですね、頭に入れておきましょう。ちゃんと対比するってことですね。まあ今回これ表にはしてないんですけども、表とかにすると分かりやすいと思います。で、3番ですね。用途地域の一つである特定用途制限地域は、良好な環境の形成、または保持のため、当該地域の特性に応じて、 合理的な土地利用が行われるよう、制限すべき特定の建築物等の用途の概要を定める地域とする、丸バか罰かということですね。これ何書いてあるかっていうと、この特定用途制限地域っていうものが、まあ、どんな地域なのかっていうのがここに書いてあるわけなんですよ。その内容がここに書いてあるわけなんですね。で、まあ、これが丸バか罰かという話なんですね。で これも考えたい方は、ちょっと動画ストップしていただいて、概要欄の方から問題の内容を確認していただければと思います。で、今回の問題、これ×になります。で、どこが×かというと、特定用途制限地域っていうのは、用途地域が定められていない土地の区域、各個市街化調整区域は除きます。そこで定めることができるんですね。問題文見ると、用途地域の一つであるって書いてあるんですよ。 用途地域の一つであるつまり、この特定用途制限地域っていうのは、用途地域の一つなんだって言ってるわけなんですよね。用途地域っていうのは、第一種低層住居専用地域だったりとか、商業地域だったりとか、まあ、工業専用地域だったりとか、そういったものを表すんですね。まあ、13個あったと思うんですけども、わ、まあ、からない方はえ、ね、そちらちょっと確認していただきたいんですが、その用途地域の中に特定用途制限地域って入っていないんですね。だから、ここの点、誤りだというふうになります。 で、これちょっと、え、しっかり理解する必要があるんですね。で、今回理解するための一部だけ、ちょっとお伝えいたします。この特定用途制限地域っていうのは、文字通り、用途を制限する地域なんですね。用途を制限する。まあ、特定って言ってもいいですよ。特定の用途を制限する地域なんです。で、何のためにこの用途を制限するかっていうと、良好な環境を形成したり、えー、守るため。そのために、 用途を制限すするんですね用途っていうのはこれ使い道って話です。使い道。その土地の使い道ですね。例えばその土地について住宅用の土地として使うのか、工場用地として使うのか、商業ビル用地として使うのか、みたいなイメージです。えどんな用途で使うんですかっていう意味ですね。どんな使い道なんですかっていうことです。で、この良好な環境を作ったり守ったりするために、こんな建物建てちゃ,建てちゃいけませんよって。 っていう,ふうに制限すべき用途の概要を定めるんですね。 でまあ、ちょっと具体例もあるんですけれども、ちょっと今回ですね、無料なので、ちょっと具体例は控えさせていただきたいと思います。あとですね、また別途理解すべき部分があってですね、それがここの部分ですね、用途地域が定められていない土地の区域、各個市街化調整区域を除く、これがどういった区域かっていうところですね。これもすいません、ちょっと個別指導の内容になりますので、ちょっと個別指導でお伝えする形になります。で、多くの方が、まあ、こういった部分を丸暗記するんですよね。 だから結局分からなくなっていくんですよ。で、今言ったような部分っていうものをちゃんと理解をしていくと合格するための力っていうものがついてくるんですね。なんでそういった部分をしっかりですね、理解していっていただければと思います。今年の合格目指して頑張っていきましょう。レトスの小野でした。